今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は4566人でした。4日連続で4000人を超えました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の4566人です。直近7日間の1日あたりの平均は3893人で、前の週と比べて133.3%となっています。 年代別では20代が最も多い1467人次いで30代が982人で重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は156人でした重症の患者は前の日から9人増え150人となりましたまた50代から70代の男女4人の死亡が確認されました